まあ、今までまあ30年間生きてきて平和を見た時しかなかったなっていうぐらい衝撃的な試合が多くて、まあ、それを次の世代に伝えたいですね、はい。本当にみんな実力あると思うし、一人一人本当タイプが違うんで、まあ、自分が戦ったらどういう形になるのか、どういう展開になるのか楽しみに、まあ、リアム選手は一回やってるっていうのがあって、またっていう気持ちは今のところないですけど、金子君と久村君は若いというか、ちょっと、まあ、自分をいい意味で持ってるんで、ちょっと分からしたいかなってちょっと思いました。まあ、佐々木純喜の試合を貫くっていうところを見せたいです。はい。